こんばんは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、ちょっと昨日動画が撮れなかったのでね、週末の方が実は忙しいんですよ。実はね、でビットコインの方がね、かなり急騰しまして、昨日久しぶりにドル建てで言うと4万1000ドルをつけましたね。おめでとうございます。いや本当にね、4万ドルいや行くだろうなと思ってたんですけど、思った以上に早かったですよね、スピードがね、この上っていくスピードで、その上っていくスピードも、あまり早すぎず遅すぎずという感じ、若干早いのかなって感じがするんですけど、今これ日足で見ているんですが、今ね、下にはずっと切り上がってきているところでして、でこのちょっとすみません、 見にくくてすみませんね、はい、4万1000ドルタッチした後にね、一気に調整が入ってきました。もう一番意識されるところですよね。僕4万あたりでちょっと差し値を入れてたんで、あれですねテイクプロフィット入れてたんで、そこで一回利益確定させてもらったんですけれども、でその後また調整が入ってきました。で日足で見てみるとまだまだね、上を向いているわけなんですけれども、今日1日は多分調整日になるのかなという感じですね。でこのあ と、トレンドもね、そのままずっと上に行くのか下に行くのか、もちろん下にぐわっと、ね、下げられる可能性もありますね。前回のところを見ても、前回はちょっと、上がりに上がりすぎたっていうところがありましたので、その過熱感も、一旦いい流れで上がってきてっていうことなので、一応そこまで心配はしてないんですけど、何があるかわからないっていうのがね、やっぱ相場ですからね。ちょっと4時間足なんかでも見ていきたいんですけど、すみません、もうちょっと線を引きまくってるんですが、直近を見ていった方がいいかもしれませんね。この4時間足で見ていただいても多分1時間でもそんなに変わらないと思うんですけれども、このインバーテッドみたいな状態が、形成されていまして、でそこからそのダイヤモンド的な形を作っていく中で上抜けた方に行くだろうということだったんですけど、全体的にね、上げ相場だったっていうのもあるので、あまりここの差っていうのは気にしている方はいなかったと思うんですけど、一回上抜けた後に一回ね戻されたと。でここで一回踏み込まれたりすることがあるんですよね。騙しとも言わないですけど、言わないと思うんですけど、一回上がると見せかけて調節された後にグワッと行くということがありますので、一回ワンクッション置いた後の動きっていうのをすごく重要視した方がいいかもしれませんね。これ4時間足なんで、ちょっと1時間足に。さあ昨日の夜はね、手に汗握る展開でしたね。さあさあどこまで行くかなというところで、まさか4万1000まで行くとはちょっと思ってなかったんですけど、でも本当にいい兆候ですよね。前回の前回ですね、もっとさらに遡っていくと、前回、最高値こちら4万2000だったんですよ。4万2000、その手前ですね、4万1000まで、いけていたので、かなり、ビットコインの強さを表してますよね。2018年初頭の、暴落とは全然違うという流れになってますね。はい、で先ほど、説明していた中で、踏み上げてからの高騰が続いて、もちろんその調整も入ってくるんですけれども、そういうのも何のそのということで、上昇が続いていきました。はい、で結局最終的にはですね、やっぱりだんだんみんな様子を見てきて、取引量も少なくなってきたところ一気に上げてストンというところですね。はい、で今は調整が入ってきている段階ではあるんですけれども、1、2、3ぐらいですかね、調整3波、大きく調整3波が入ってきてからの一旦、踏み上げという形になっています。あとこのレジサポもね、非常に重要になってきていると思いますので、今ペナント見つけるとしたら、こちらのペナントの中で動いていくというような形になっていくと思います。で調整が入ってもう少し僕落ちると思ったんですよね。落ちる可能性があるなと思って、重要な節目この辺りですよね。この辺りちょうど3万6000台まで一
気に行くかなと思ってたんですけど、しっかりとね踏まってくれましたね。しっかり踏まってくれました。この辺り3万、7000を切られない、もっともっとこの辺りですかね、3万8000台を切らずになんとか踏まってくれたという感じですね。で、まあ、今もね、まあ、下髭見て分かる通り下への抵抗も、見られるわけなんですけど、それぞれの、ね、やっぱりレジサポでしっかりと意識されているポイントで止まっているということは、まあ、やっぱり投資家、多くの投資家が同じような、イメージを抱えているのかなというふうに思いますね。このまま、4万1000ドル以上を超えていくと、まあ、4万2000、そうすると、4万5000ドル、そして、まあ、夢の5万ドルを、ね、抜けていくということも十分考えられますので、そこはね本当に夢物語ではなくて、今世の中のこの状況とかを鑑みてですね、このどういうふうに動いていくかっていうのをしっかりと見定ていく必要がありますね。今日もうちょっと下がるかもしれませんね。はい、僕もね、ちょっとしたところでエントリーはしたんですけれども、まあ、一応まだ、上昇トレンドの、中にあって、まあ、今は自然自立調整がね、続いてるんじゃないかなというところで、だから調整3波を終えた後に、まあ押し目でまたちょっと上がっていく可能性が高いかなというふうに考えてますね。逆に落ちていくとすれば、一旦そうですね、この辺りですよね、この、まあ、ちょうど高騰が始まった、踏み込んで上昇が始まったところ、まあ、3万7000半ばぐらいまで下がる可能性も、十分考えられますので、一応その辺りは確保しつつ、もしね、投機的に行くのであればしっかりとポジション取りを、見ていった方がいいかもしれませんね。はい、で他に特に大きなファンダっていうのも今見たところなくてですね、やっぱりビットコインが4万1000ドルをタッチしたところ、今現在日本円で言っても、まあ、400万台をね、キープしています。でこのまま4万ドルあたりをしっかりとキープしてもらえれば嬉しいんですが、そうは問屋は下ろさないと思いますね。はい、でビットコイン、イーサリアムは他の、仮想通貨アルトコインに関しても同じような相場を形成しているものもあればですね、ユースなんかすごい頑張ってますね、頑張ってますね。こういうふうに今ビットコインからまたこのアルトコインに流れると、そして、明日からまたね、日本のまず株式市場なども始まりますので、結構こう見ても分かるように、上がる通貨下がる通貨がこう何て言うんですかね、交互に現れてくるような感じですよね。これ非常にちょっと興味深いんですけど、ですのでやっぱアルトコインも今まだ投資する上には十分な、価値があるなというふうに思ってますね。特に僕はそのEOSとかも結構応援してるんですけれども、まあ、XRP と、ね、この、ステラ XLM なんかにとってはね、最近ではちょっと、まあ、今はちょっと、まあ、相関性がありそうな感じもしますけれども、さあどうなっていくんですかね。モナもちょっと落ちてきましたね。さあ、まあ僕はアルトコイン研究家ではないのであまりね、XRP なんか結構勉強しましたけどね、今ちょっとまた様子を見ているというところですね。今はやっぱりイーサリアムの方がやっぱ市場を引っ張っていくというようなことも考えられます。まあ、この2台2トップですね、2トップで引っ張っていくというようなことも考えられますね。はい、さあということですね、今後なんですけれども、またちょっと時間を置いてみないと分かりません。どこに相場が動いていくのか本当に分からない状態ですので、一旦はですね、まあ、調整ある程度入ってくると思います。はい、ですけれども、まあ、あまりね、悲観的になる必要はないのかなという感じでね、見ていますので、また答え合わせは明日以降にしていきたいなと思っておりますのでね、はい、また何か情報があれば、速報などでね動画撮っていきたいと思います。はい、それではね、YouTube コンサルに関してもね、ご連絡いただきました。本当にありがとうございます。個人的に、ね、連絡いただいている方に個別で今対応している途中ですので、もしね YouTube で、少しでもね下の、お小遣い稼ぎたい、そして FX に関してもですね、少しでも体系的に、学んでいってですね、それを自分の副業にいずれ本業にしたいという方はですね、ぜひ
公式 LINE の方に連絡いただければと思います。はい、でまた何か情報があればどんどん取っていきますのでよろしくお願いいたします。では共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。